東口駅舎を北口側から見る北口バスターミナルの古道橋からそのままつながっている。2009年に改修される前の菅田辻堂駅は神奈川県藤沢市辻堂一丁目にある東日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は j t 零九。東京駅発着系統と新宿駅経由で高崎線に直通する湘南新宿ライン東京駅 上野駅経由で、宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。運行形態の詳細は、東海道線を参照。駅のすぐ西は、茅ヶ崎市である。2021年3月13日外夜改正より、全車指定席の特急、湘南の一部列車が停車する。鳩踏切撮影、1985年復々線の、うち、 旅客線上のみに島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。駅舎は、ホーム中央にある東口、ホームの茅ヶ崎寄りにある西口の2カ所に分かれる。業務委託駅で、緑の窓口、指定席券売機、自動改札機設置。置改札内には松竹林とオスク、駅構内には、ニューデイズとベック、エスコーヒーショップがある。 当駅の西方で、旅客船と東海道貨物船との渡り船がある。旅客船東京方から和しな、鶴船を介さないものでは、最初の貨物船への渡り船となる。2016年12月1日から、作詞家の林古系が幼い頃に、辻堂東海岸を歩いた時の記憶をもとにして、作ったと言われる同様の浜辺の歌が発車メロディとして使用されている。これは、 地元の有志らで作られた辻堂駅開設100周年事業実行委員会による同駅の100周年記念事業の一環として行われたもので2015年4月から始めた実現に向けた署名活動には同年11月までに約2万7千人分もの署名が集まったメロディの制作はスイッチで編曲は塩塚博が手掛けた以前の発車メロディ以前は 五感工房政作のメロディが使用されていた。2019年度の1日平均乗車人員は59,409人であり、JR 東日本全体では南浦和駅に次いで第81位。東海道線内の快速アクティ通過駅では最も多い。長らく4万人台で推移していたが、2011年のテラスモール湘南オープンによって5万人を超え、 2016年からは、隣駅でアクティ停車駅の千ヶ崎駅も上回っている。このことから、先述した2021年3月13日のダイヤ改正で、長席時間帯に運転される特急、湘南の停車駅になるほか、日中時間帯の快速、アクティを普通列車に変更して、当駅の乗車、降車の機会を拡大する。近年の推移は、下記の通り、 テラスモール、湘南留ス湘南辻堂ニュータウンである、湘南ライフタウンの最寄り駅でもある。駅西口改札神奈川中央交通、神奈川中央交通西、神奈川中央交通東、成田空港交通、富士急湘南バスが運行する路線が発着する。東京駅及び、新宿駅からのシニア休校バスも北口に到着する。江ノ電バス、神奈川中央交通、 神奈川中央交通東が運行する路線が発着する。江ノ電バス神奈川中央交通が運行する路線が発着する。1955年10月より約3年間、当駅から茅ヶ崎駅間で超特急運転に向けた模範機場を設置し、高速運転の実験が行われた。これは以下の有利な条件があったためである。模範機場は、 直線区間1065メートルの区間に従来の25メートルレールに代わって50メートルと200メートルのレールを付設し PC 枕木を使用しゴムパッドも使用するなどしたものである。ここでの実験が後の新幹線建設にも活かされた。注釈出展。ありがとうございます。